浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんに株式会社オトナル代表取締役の八木大輔さん、そしてお客様に株式会社クーマーケティングカンパニー代表取締役の乙部大輔さんをお迎えしました。八木さん、乙部さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。八木さんのプロフィールです。リコージャパンを経て楽器 EC 事業を起業、2013年にウェブメディア事業を行う京橋ファクトリーを創業し、その後事業売却されました。2018年にオトナルに社名を変更し、現在は音声広告と音声メディア支援事業を展開しています。はい、というわけで八木さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。八木さんはね、実は、まあ、この浜カフェには何度も出ていただいてるんですが、はい、今年2022年の5月に、はい、浜カフェにお越しいただいて、はい、まさにガンダム特集第1回をやったわけですよね。はい、そうですね。あれがですね、実は大反響でございまして、はい、そうなんですか。まずそのガンダムの話に行く前に、せっかくなので八木さんがやられているこのオトナルという会社がどういうことをやっているかっていうのを教えていただけますか。はい、私たち株式会社オトナルは、インターネットの音声広告の会社です。でやってることは、広告代理店事業と、あとアドテクノロジーと言われる広告技術を、音声でやっている会社と。アドテク、つまりアド、広告、アドバタイズメントのアドとテクノロジーで、アドテクっていうことですね。そうですね。はい、で具体的には、今これ、ラジオを、ラジコで聞かれている方とか、あと、ポッドキャストで聞かれている方いらっしゃると思うんですけど、そういうデジタルのインターネットの音声コンテンツに音声広告を挿入したりですとか、出稿したりですとかということをやっている事業となります。どうですか、初めてね、この浜カフェに何年か前に八木さん来ていただいたときに、はい、まさに、これから音の部分でのテクノロジーが進んでいくから、はい、ここの広告っていうのが、もうすでにアメリカや中国はここがものすごい大きな実はマーケットになってて、はい、日本はこれからなんだけどある程度来るんじゃないかっていうことをおっしゃってられてたんですけど、はい、音ビジネス今本当に来てますよね。そうですね。結構象徴的なのは活字コンテンツが音声参入してくるとかが結構流れとしてあって、具体的には新聞社、出版社が実は音声コンテンツ始めていたりとか、あとはプラットフォームの動きでいうと、ポッドキャストってこれまでアップルポッドキャストから始まって、スポティファイとかグーグルポッドキャストだったんですけど、ツイッターでポッドキャストが聞けるようになるっていう実装テストをしてるとか。今ツイッターでポッドキャスト聞けるようになるんですか。今アメリカでテストしてます。あと YouTube でもポッドキャストが実装されて聞けるようになるんじゃないかとかっていう動きがあります。というわけでね、音の本当に専門家であり、そしてガンダムの専門家であるわけですけど、今日実はこの浜カフェに、なんかプラモデルですか、これ持ってきていただいたんですけど、プラモデルを2つ、ニューガンダムとストライクガンダム確かニューガンダム、いわゆるガンプラってやつですよね。そうですね、ガンプラを2つほど。これは何ですか、八木さんが今日作られたんですか、これを。これはちょっと後でブランディングとかマーケティングの話が出てくると思うんですけど、私息子が5歳児でして、まず5歳児が作りました。で、ニューガンダムの方はちょっと塗装してあるので私が仕上げてるんですけど、2つともソグミ、パチグミとか言ったりするね、プラモデルのことパチグミって言ったりするんですけど、ソグミ、パチグミは5歳児がやってます。冷静に考えるとこれすごいことだなと思っていて、かなりマーケティングとかブランディングに関連する話だなと思ったので、持ってきましたという立て付けです。というわけでどうですか、もう一人のゲストの乙部さんが早くもガンガンうなずいてるんですけど、ガンプラは今日持ってきてもらったんですけど、なんでガンダムをこんなに我々は好きかっていうのに、私はずっとブランドマネジメントやってるんですけど、なかなか答えにくいですよね。で、乙部で壁打ちっていう連載をやってるんですけど、若いマーケターからの質問に答える連載なんですが、そこ質問来ちゃったんですよ。なんでガンダムそんな好きな人好きなんですか。なるほど。しかも乙部さん私も好きですからね、逃げれなくなってですね、なんで好きかをちゃんと考えてみたんですけど、多分皆さんもご自身が好きなブランドというのは何がしか手を加えているか、自分でちょっと二次創作をしているか、あるいはさっきの音っぽい話でいうと、発音、自分で発話、その名前を発話してみたいとか、ガンダムのセリフ言いたくなるのって、セリフを言うともうこれ二次創作になってるんですよね、多分ね。殴ったねみたいな、そう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 、親父にも撃たれたことないねみたいな、だからこうなんか自分が参加してる感じ、二次創作することによって参加させる感じっていうのをものすごくうまく、なるほど、
構築できてると思って、もう5歳児は二次創作から入っちゃってるんですよ、ストーリーが。さすが日本を代表するマーケターですよ。こんなこと言えというわけで、じゃあ今度は、はい、その乙部さんのね、ご紹介いきましょうかね。はい、プロフィールご紹介させていただきます。乙部さんのプロフィールです。P&G に17年在籍し、複数のブランドで市場づくりやシェアの回復を実現。さらに、アメリカ本社チームでイノベーションプロジェクトを主導されました。帰国後は、ダノンジャパン、ユニリーバジャパン、日産自動車、資生堂で、マーケティング担当副社長や CMO などを歴任。2018年に株式会社クーマーケティングカンパニーを設立し、代表取締役に就任されました。ご著書のザ・アート・オブ・マーケティング、マーケティングの技法が、日本マーケティング学会の2022年マーケティング本大賞で大賞を受賞されています。はい、というわけで、乙部さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。乙部さんは、このハムカフェ初来店なんですが、マーケティングの世界ではとても有名な方。いや、そうなんです。もうレジェンドです。レジェンド、さすが八木さんご存知ですか。レジェンド、もちろんです。もう今日ちょっとこう会えるの光栄で震えてます。あ、そうなんですね。ドキドキしてますね。でもテーマがガンダムっていう。違う意味な気がします。いや、そうなんですよ。マーケティングの世界で本当にまあよく知られた方で、で今もね、華々しい経歴も伺いましたが、そして今年なんと日本マーケティング学会のマーケティング本大賞を受賞されたと。いうことでおめでとうございます。ありがとうございます。そして乙部さんの、クーマーケティングカンパニーというのをご自身で設立しているということなんですが、はいはい、これ今どういうことをやられているんですか。これはですね、はい、まあキャリアの背景的にはその外資でブランドマネジメントやったりマーケティング その組織作りをやったりとかっていうのを経て、はい、資生堂がブランドマネジメント制を導入するぞというところで呼んでもらったんですよ。ブランドマネジメント制じゃないっていうのは、逆に言うとブランドマネジメントっていうのはどういうものだって理解すればいいですか。一言、まあ、いろんな考え方はあると思うんですけど、はい、一言で言うと会社の経営の最小単位をブランドでする。言い方を変えるとブランド別の PL を持ってる会社です。あ、 PL って知ってる方も多いと思いますが、損益計算書って言って、まあ、会社が一番最初に業績見るやつですね。まあ、売上があってこのくらい費用かかってるからこのくらい利益出ますよっていうのを普通の会社は、まあ、会社1個で持ってるわけですけど、乙部さんはそれを資生堂の中でブランド単位でやっちゃったっていう。そうです、そうです。まあ一人たちがみんなでやったんですけども、うん、そうすると何が分かるかというと、マーケティングの投資対効果をちゃんと測ろう、うん、そうすると、まあ、結果的には全社の利益も上がるはずだねっていうのがブランドマネジメント制の重要なコンポーネントですね、はい。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、ここからはガンダムでわかるマーケティングというお題でお話ししていこうと思います。まずですね、この3月に乙部さんは、田中淳也さん、それから、文吾勇樹さんとの協調で SB クリエイティブという、まあ、これ出版社があるんですけど、ここからガンダムでわかる現代ビジネス、ガンダムミーツビジネスを発売されましたということで、そもそもなぜこうマーケティングのプロであることがよく知ってるんですけど、ガンダムを題材にしたんですか。ガンダムに関する本を一応こう公式で書いたりしてるんですけど、完全に私は外の人で、うん、中の人ではないんですよ。だから単なるガンダム好きではあるんですが、はい、で、ガンダムインフォっていう公式メディアがあるんですよ。ご存知ですか。ガンダムインフォっていうのがあるんですね。八木さんはちなみにご存知。もちろん定期的に、毎日チェックしてますよね。パトロールしてますけど、まあ、そのガンダムインフォという媒体があるんですけど、はいはい、そこで連載を始めたんですよ。で、そのどういう連載かというと、ガンダムから学ぶとか、そのシャアから学ぶとか、ガンダムをお手本にするビジネス本はまあいろいろあったんだけど、ありますね、はい、そうではなくてビジネスの話をちゃんとするんだけど、例え話を全部ガンダムでやれっていうお題だったんですね。あー、逆なんだ。そう逆なんですよ。例えばガンダムで例えるとこういうことですっていうような話を、しています。でそれをこう連載を持って、はい、で連載がある程度溜まってきたので、本にしたのがこれです、まあ、オリジナルコンテンツもいくつか入っておりますので。八木さんどうですか、今の乙部さんの話は。結構難しいことを簡単に伝えるというか、共感を持って伝えるってことは非常に重要じゃないですか、うん、で私はガンダムは共通言語だと思っているので。ガンダムは共通言語そう、ガンダム分かるから、人からしたら、いやもうビジネス用語も簡単にこう咀嚼できるっていう素晴らしいツールだと思っているので。そっか、はい、でも今のすごい結構資源ですよね。つまり一番自分たちが熱意があるものは共通言語になるから分かると、そう、ガンダム好きはと。
そういう使えばいいってことなんですね。そういうことですね。だから共通の物語なので。例えばもしよかったらこの本の中でちょっとこういう事例があるみたいなのちょっと一つか二つだけでも教えていただけると。そうですね。あの戦略の下りがあるんですけど。はいはい。で戦略という概念もいろいろ難しそうではあるんですけど、多分実践的には目的と資源の二つの要素だけで構成されていると考えると楽で。おお、うん。でそのなんか競合とか環境変化とかいろいろ考えがちなんですけど、競合を意識しすぎると競合のモノマネになりがちだったりとか、環境対応ばっかり考えてると環境には対応してるけどそれ以外に対応できてないとか、こう良くないことが起きがちになったりするんですけど、まあだから競合の動きも環境変化も自分の目的と資源に照らして、なるほど、で例えばその目的を考える ところに、はい、こんなも商用のものに見えるんですけど、でも目的をどう捉えるかっていうところに多分その差が出る部分で、シャアを心当たりでピックアップすると、ここで例えばシャアアズナブルはっていう、シャアアズナブルすごい好きなわけじゃないんですけど、どっちかというとランバラルの方が全然好きなんです。ランバラルいいですよね。あの有名なあれですよね、戦いとはいつも2手3手先を考えて行うものだ、はいはい、これからニュータイプというちょっとエスパーっぽい人たちなんですが、はい、まあ彼はニュータイプなので、ニュータイプであれば、まあ、2手3手先考えられるんでしょうけど、うん、まあ、我々オールドタイプはなかなかそうはいかない。あ、つまり我々一般人ってことですね。一般ですね、はい、で2手3手先っていうと、まず1手先があってその次の2手3手と考えがちなんですけど、それは多分もうニュータイプじゃないと難しくて、うん、じゃあオールドタイプどうすればいいかっていうと、多分ですね、その目的を理解解釈するときに3手先を最初に考えればいいと思うんですよね。ああ、123っていかないでってこと。123っていかないで321で考えれば、うん、多分オールドタイプでもやれる。どういうことかというと、この新商品を出すのにはこれをやりましょう、この新商品を出すと競合がこう動くのかなとか、自分たちはこうするのかなとか、その2手目3手目を考えて、それ1手2手3手って考えるやり方ってことですね。そうそう、でいくと多分ね、可能性が広がっていっちゃうんですよ。なるほど。そうじゃなくて3年後にこうあるといいな、そのためには2年後にはこうなっていてしかるべきで、1年後はこんな感じかなと、そのためにこのプロジェクトをどう使おうかって考えれば、そんな拡散はしていかないと思うんですよ。なるほど。これがニュータイプに対するオールドタイプの回答かもしれないです。ちなみに今これで目的の考え方は分かったんですけど、そのための資源っていうのはどういうガンダムの例えなんですか。資源はですね、ガンダムに例えると、この本の中では例えてないですけど、資源っていうのは結構ありものをどう管理するかっていう考え方が強いと思うんですよね、はいはい、例えばですね、ガンダムの中で、こう本に書いてないから今一生懸命考えてますけどガンダムの お話の中だと、私の好きなランバラルが、ガンダムと切り合いのシーンがありましたよね。あ、はい、グフに乗ったランバラルが、ね、グフに乗ったランバラルが、はい、あそこで、グフと対峙しているアムロがビームライフルをバンバン撃つんですけど、うん、当たらなかったですよね、うん、で、で目的は多分グフを無力化する時に捨ててビームサーベルで対応しようとするんですよね。なるほど。あ、面白いですね、うん、状況によってはこの競合だ、競合を見るというよりは競合が自分の資源にどう影響を与えたかを、すごいとっさとは思えない例えですけどね。つまり普通なら戦う時にこう切ってああ切ってああ打ってみたいなことを考えるんだけど、そうじゃなくて私の目的はランバラルが乗ってるグフを倒すことだと、それが一番あったらいい3手先の話なわけですよね、うん、だったら今こんなビームライフルでバン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 銃を撃ってもどうせ当たんないんだから、もう早くサーベルに切り替えようっていう判断を3手先までピキンって見てるからできる。だから会社に溜まってる資源でもこれはいらないと、うん、別の資源だっていう風にしちゃう。立派そうに見える資源を使わなきゃいけないっていう脅迫観念あります。会社はありますよね。八木さんがご覧になってるガンダムシリーズの中で、これはこうなんですかね、まさにこういうマーケティングの考え方に対して、はい、結構参考になるストーリーとか人物とかなんかいますか。ガンダムシリーズ全般で言えばあるんですけど、作中とかではないんですけど、はい、いいですか。もちろんもちろん。いや、ガンダムすごいなってやっぱ思うのは、結構乙部さんがいつも登壇とかでもおっしゃってるんですけど、味変の話するじゃないですか、うんうん、味変の話、あれはラーメンの味変ってことですかみたいな感じで、ガンダムって40年歴史があるんですよ、うん、40年の、しかもあれ映像から始まった IP なんですよね、うん、つまり原作がないんです。ドラゴンボールとか
筋肉マンみたいに。そっか、漫画がない中で、他のね、ドラゴンボールとか筋肉マンは漫画で始まってアニメになってるけど、ガンダムはアニメでスタートしてるて、はい、映像初なんですよね。まあスターウォーズとかもそうかもしれないんですけど、でスターウォーズとかもそうですね。ですけど40年続いてて、であれが何がすごいかっていうと、世代をものすごいこうまたいで、あの衰えるどころかこう燃え続けているっていうのが、これもうまさになんかマーケティングの本質というか、うん、もう新しいファンをどんどんこう生み出せてるポイントなんだなっていうのはすごい感じて、私結構大事だなと思ってるのは、その、ま、テレビのコマーシャルであっても、動画のコマーシャルであっても、あるいはガンダムのオリジナル作品であっても、これ基本的には視覚と聴覚しか使ってないですよね。目と耳ですね、もちろん。でこれが実際にその、まあ物の物性の高いブランド群であれば、手を使ったり味を使ったり嗅覚を使ったり、はい、他の3つの感覚器が動員されるんですよ、ね、五感全体っていうことですね。でガンダムは結構五感全体の、まあ味難しいですけど、匂いぐらいまでカバーしてると思いますよ、特にガンプラで。つまりガンプラで、なるほどね、うん、触覚ね、触覚で、この触覚の部分っていうのは、まあそのオンデマンドでビデオいつ好きな時に見てもいいんだけど、はい、プラモデルとかを動員することで、オールドのファンも全然置いてきぼりにはなりにくいですよね。うーん、ブランド体験を維持できるので、昔のやつだよねって見直すだけではなく、今の自分のこととしてプラモデル作りで、その今性があったり。なるほど。他にどうですか、お父さん、せっかくなんでこの本の中で、はい、もう一点ぐらい、このマーケティングというものにしたとこをうまく説明するときに、うん、例えばガンダムっていうふうになると、マーケティングの中には、はい、まあ、マーケティング市場創造なんですけど、つまり新しい市場を自ら作っていくことですね。そうですね、市場を作る。で、市場を作るの、市場を作るってどういうことかっていうと、まあ全く新しいものを世に出すのは新市場創造ですけど、今であるものの再創造も多分市場創造で、うん、何が起きた時に市場創造、再創造が起きるかというと、いろんな考え方あるかもしれないですけど、多分そのいい商品の定義が変わった時が再創造なんですよね。おー、だからそのみんな消費者がなんか欲しいものを知っているっていう風に思いがちですけど、多分ほとんどの消費者は何が欲しいかなんか言えないんですよ、うん、いい車が欲しいは言えるんだけど、いい車って何ですかって言われてもなんかよく分かんない。はい、でいい車といえば、そのステータス性の高い高級車がいいですよねっていうのが80年代90年代で、クラウンがカーオブザイヤー取ったりして、まあ、それがいい車の定義がミニバンみたいなものになったり、ハイブリッドになったり、こう定義が変わってきましたよね。そういう意味では、あのこのガンダムの中でも、あのモビルアーマーとか作り始めますけど、はい、あれ多分ね、パイロットからのリクエストはなかったんじゃないかと思うんですよ。何の話、すごい不安じゃないかと思うんですよ。これ手も足もついてないけど大丈夫、ね、人間の形である必要はないじゃんってジオン側は決めたけど、開発部はやってみたんだと思うんですよね。でその後、あの同じモビルスーツの形状で形が変わって、もうちょっとスピード出ればそれでいいんじゃないかと。でそれでこう可変のモビルスーツができたりしますよね、ゼータ。はいはい、こうそれぞれのタイミングでいいモビルスーツの定義が変わっていったりするっていうのは、あれはまあ市場創造を繰り返している。八木さんいかがですか。なんかあの G ガンダムってあるんですよ。もう全然ガンダムじゃないです、格闘技するんですよガンダムが。はって感じじゃないですか、はいはい、ファースト世代からしたら、宇宙戦争しないのかよっていう。なんかあれは実はあの結構ガンダムが大人のものになりすぎた結果を一回引き戻して子供のものにして、でなんかストリートファイターが当時流行ってたっていう、ゲームのストリートファイターですね、をロボット戦わせてロボット格闘技をやらせるっていうことをやったら子供にめちゃめちゃウケたっていう。これまでのロボットは敵を、悪いやつをやっつけるっていうあの世界観だったのを、ロボット格闘技にしたらガンダムとガンダムで戦ってるんで、ガンダム同士がいっぱい買われるっていう、なんかことが起きたっていうのとかが、なんか結構攻めてるガンダム事例の一つというか。はい、なるほどね。お父さんどうですか、今の八木さんの話は。それ多分お父さんも会話に入れたんですかね、それを少年たちがそれで楽しんでるところに。それありますね。そのこれまたブランディングの話になっちゃいますけど、はい、こうベネフィットというのは自分がどうあるかというよりは誰かとの間に入ると強いんですよね。なるほど。だからそのブランドを自分の大事な誰かとの間にそのブランドが入る、その人との関係、そうそう、嫁さんが喜ぶとか友達とのネタになるとか、こういうのを間に入れていくと、
あ、すごいわかります。いや、その G ガンダムは子供たちが遊んでる時にお父さん多分介入できたと思うんですよ。そうですね。しかもあの巧妙なんですけど、 G ガンダムで入ると結局ファーストに戻っていくっていう子供も、そうするともう完全に共通話題なので。八木さん、乙部さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃん2人の話すごかったね。はい、しかもガンダムはあくまでコンセプトであるんじゃないかっていうところと、うん、あとは五感で楽しめるっていうところも、もう最強コンテンツなんだなっていうのをすごく思わせてくれるような内容でした、ね、やっぱりどれだけガンダムっていうのがコンテンツとしてすごいかっていうのが改めてそういうところで分かったよね。分かったし、やっぱりマーケティングにすごいヒントがあるっていうこともとてもよく分かりましたよね。はい、それにしてもマーケティングのお話ってマスターがおっしゃるから、もっとブランディング観点のお話もあるのかなって思ってました。うん、まあ実はね、その辺も考えてあるんだよね。戦いとは常に2手3手先を読んで行うものだって、ほらシャアの名言にもあるじゃない。確かにさっき乙部さんもそのお話されてましたよね。うん、なんで来週はその辺のブランディングも含めて、マーケティングを超えた組織とか戦略とか、そんな話についてもお伺いしていくからよろしくね。はい、それじゃあ今夜ここで上がっていいよ。はい、お疲れ様でした。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ここでお知らせです。11月24日木曜日、浜カフェとフジテレビの公式 YouTube 番組、仕事好き、リーダーたちの思考法入門編が初のコラボイベントを開催します。会場は文化放送メディアプラスホール。完全リアルイベントのため配信などはありません。出演者や来場者との交流の時間もありますので、ぜひご来場ください。詳しくは番組ツイッターをご覧いただくか、カタカナで仕事イノベーションで検索してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ガンダムでわかるマーケティング。出演は常連さん株式会社オトナル代表取締役八木大輔、お客様株式会社クーマーケティングカンパニー代表取締役乙部大輔、見習い店員田原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。